AFC アジアカップ 2019AFC アジアカップ2019状態本大会出場予選敗退国予選除外処分または出場自体本校では2019年にアラブ首長国連邦で行われる AFC アジアカップ2019の予選について述べる AFC アジアカップ2019本戦の出場国数は前回大会までの十六チームから二十四チームに 拡大された前回大会の上位3カ国及び AFC チャレンジカップ優勝国に与えられる出場枠は廃止されたため予選通過国枠は23となる。本予選では AFC アジアカップ2019予選と 2018FIFA ワールドカップアジア予選の1次予選2次予選を共有する方式が採用された。予選は以下の形式で行われる。 なお、後日開催が発表された AFC ソリダリティカップ2016には一時予選、敗退国と AFC アジアカップ2019予選、プレイオフの敗退国が出場できる。FIFA と AFC 双方に加盟している46の国と地域が参加。一時予選から参加する国と地域は2015年1月の FIFA ランキングによって定められる。括弧内の数字は フィファランキングの順位。ワールドカップ予選とアジアカップ予選を共有する方式のため、アジアカップ2019予選が免除されているアラブ首長国連邦も2次予選から参加する。予選の日程は以下の通り。組み合わせ抽選会は2015年2月10日にマレーシアクアラルンプールの AFC 本部で行われた。第一試合は2015年3月12日。 第2試合は2015年3月17日に実施された。組み合わせ抽選会は2015年4月14日17時よりマレーシアクアラルンプールの JW マリオットホテルで実施された。グループ A、ワールドカップ3次予選、アジアカップ3次予選への進出チーム決定時の順位表は以下の通り。グループ B グループ C グループ D グループ E グループ会。 インドネシアサッカー協会は2015年5月30日に国内リーグの運営に政府が介入しているとして FIFA より資格停止処分を受けた。これを受けて AFC は2015年6月3日、インドネシアを東予選より除外することを決定し、インドネシアに関係する試合は全て中止となった。よって AFC アジアカップ2019も出場できなくなった。 グループ G グループ H2 の8カ国、地域のうち成績上位4チームは2次予選を通過。下位4チームは AFC アジアカップ2019予選3次予選に進出。また、各グループで勝ち点が同点のチームが2つ以上ある場合は以下の順に比較して順位を決定する。なお、インドネシアを除外することでグループ F は四チームになるため他のグループの2位チームは 第5位チームの成績を除外して2位チーム同士の順位を決定する。特殊点差ゴール数の多少中立地での一発、勝負4位の8カ国、地域のうち成績上位4チームは AFC アジアカップ2019予選3次予選に進出。第4チームは AFC アジアカップ2019予選プレイオフに進出。また、各グループで勝ち点が 同点のチームが2つ以上ある場合は、以下の順に比較して順位を決定する。なお、インドネシアを除外することで、グループ F は4チームになるため、他のグループの4位チームは、対5位チームの成績を除外して4位チーム同士の順位を決定する。特殊点差ゴール数の多少中立地での一発、勝負2014年11月の AFC の会合で、 プレーオフラウンドを導入することが決定された。ホームアウェイ方式のラウンドを2回行い、勝ち残った8チームが3次予選に進出する。組み合わせ抽選会は2016年4月7日15時より、マレーシアクアラルンプールの AFC 本部で行われた。シード順は2次予選の結果に基づき、ランク付けされた。シード順上位10チームが参加する。ポット1とポット2から、 それぞれ1チームずつ取り出し、2チームずつ5組に分けて、ホームアウェイでの試合を行う。勝利した5チームが3次予選に進出。敗北した5チームは、プレーオフ2に進出する。第1戦は2016年6月2日に、第2戦は2016年6月6日6月7日に、実施された。プレーオフ愛の敗者に、ランキング最下位を加えた6チームを2チームずつ3組に、 分けて、ホームアウェーでの試合を行う。勝利した3チームが3次予選に進出する。第1戦を2016年9月6日に、第2戦を2016年10月11日に、実施された。24チームを6組に分け、ホームアウェーでの2巡の総当たり戦を行い、残りの12枠を争う。組み合わせ抽選は2017年1月23日に、 アラブ首長国連邦、アブダビで実施される予定である。なお、グアブの事態とクウェートの資格停止により、一時予選で敗退していたネパールとマカオが、AFC ソリダリティカップ2016の成績に、基づき大体出場をすることになった。グループ A グループ B グループ C グループ D グループ E、グループ会ありがとうございます。